挽回金色足底じゃ。今100人ぐらい切りましたよ。さあ、バババヤマトの宇宙一チャンネルへようこそ。今回の動画はなんですが、撮影スタッフさんのあのりくくん、りくくんがなんかモノマネをなんか教えてほしいですと、いうのをその会議の時にですね、私聞きまして、これは伝授を、ああ嬉しい、そうした方がいいんじゃないかと思ってて、はい、フリーザーのモノマネ、こちらをりくくんにもう伝授しようと、ありがとうございます、いうことでございます。もしもし僕がね喉が使えなかったら後ろでねフリーザーでやっていただければね、こっちも助かるんで、フリーザーのモノマネを教えていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、まずですね、モノマネの基本というのは、言ったらなんか歌を歌うような感じで、言ったら高いキー歌える人とか、低いキー歌える人とかバラバラじゃないですか。そのキーに当てるだけでモノマネっていうのは成立するんで、例えばバイキンマンの声って言ったらしゃがれる声でしょ。だからこれでハッヒョヒョーってやると、これをだんだん高いキーにやっていくと、ハッヒョヒョー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 、おやおや、これはこれはザーボンさん、ドドリアさん、ハヒフケコになるんですよ、うん、こういう感じで教えていくんですが、多分これは僕のこの声帯でできる範囲なんで、はい、おそらくできないと思うんですよ。なんでりくくんが今までそのモノマネってやったことあったりします？今まで何個か、何個か代表な的なやつとかは。おお、なるほど。ちょっといい、ちょっと何か何ができるかっていうの。普通にジャイアン。ああ、ジャイアン、ジャイアン、あ、ちょっと、はい、じゃあ、ジャイアンちょっと聞きたいですよ、ジャイアン。ジャイアンいきます。はい。踊りだ。あ、似てる。お前、いいもん持ってんな。ちょっと、踊りせ。ちょっと教えてもらえるそれ。あ、すごいね。ほ、ほ、伸びた。お、伸びた。お、伸びた。伸びた。あと、アニメの怪獣とか。はい、あ、アニメの怪獣、はい。皆さんあります。アニメの怪獣ありますよ。萩原流れさん。あ、そうなんです。萩原流れさんじゃないよ。セリフ上がるんですか。ピエレミボテチ気に入ってやるよ。気に入ってやるよ。いや、もうね、物まで教わんなくていいよ、もう。そうなんですか。似てるよ。フリーザーとは、さんとはまた違う生態なんで。多分違う生態だと思う。素質あるよ、素質。ちょっと趣味でやってたんですけど、披露する場がないんで、僕芸人じゃないんで。披露する。で、なんかこう、言ったら今は、リラックスしてるからできない、できるけど、人からパッて振られた時にできないみたいな感じですよね。はい、じゃあね、今、僕がこう、似てるって言ったら多分自信ついてると思うんで、はい、物まねって自信なんですよ。確かに。自信があれば、多分人前でもできると思うんです、僕。はい。だから自信持ってください。わかりました。ただ今日は違いますと思う。そんな企画じゃないですか。今日はフリーザの、そうです。物まね。ちょっと、フリーザ、イメージする、りくくんのイメージする、フリーザを出してもらっていい？声ですか？そう、声。これが、フリーザだっていう。フリーザですよ。おー、なるほど、なるほど。じゃあ、低いトーンの多分フリーザが一番いいと思う。フリーザですよ。のトーン。上の方だと、おやおや、これはこれは、多分出せないと思うんですよ。で、細くなっちゃう。そう。だから、低いところの、フリーザですよ。の、このトーンって、いっぱい空気吸って、間を置く感じで、ゆっくり出していったら、多分フリーザっぽくなります。そう。空気いっぱい吸って、なんかね、ここら辺からね、ここら辺にフリーザがいるみたいなイメージでね、言ってみて。多分いけると思う、これ。頑張ります。フリーザですよ。お、近いんじゃないの？近いですか？近くなったんじゃないの？いや、いけんじゃないこれ。近さを意識したら。そう、吸っても、もらって。フリーザですよ。おお、いいんじゃない？風邪ひいてる時の俺みたいな感じ。俺が、こうやって、ちょっとアフレコみたいな感じでやってみたらどうなんだろうな。フリーザですよ。殺しますよ。いいんじゃない？今近いと思うよ。近かったですかね。近いと思う。だからこれを練習して、他のパターンとかもやってみたら、例えば、ザーボンさん、
ドドリアさん、こんなにも美しい花火ですよっていうのを低音で、はい、その感じでちょっとやってみたら、またちょっと違う発見ができるから、ちょっといいですか、やってもらって。わかりました。じゃあもうサンドドリアさん、美しい花火ですよです。はい、自信が上がってきた。ちょっとこれお風呂で一人でやりたいです。このシャイシャイやろうめ。他のやつしたいです。なんかまだできそうな気がする。まだできそうな気がする。得意な。あ、なるほどね。じゃあ、はい、巨人師匠いけんじゃない。巨人師匠なんか極端に短い僕はねの言い方みたいな。ああ、はい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 。僕はね。ああ、なるほど。僕はね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 。もうちょっとこもりこもる。いや、僕はね。うん、もうちょっとこもるから。喉で出すから。喉で喋るから。いや、僕はね。ああ、似てるかもしれない。いや、僕ね、うん。うん。いやね。いやね。君らの漫才見たらね。君らの漫才見たらね。俺ね。俺ね。パパね。パパね。もうやるたびに、なんか、ポンポンポンって、事故みたいな。空気が。巨人師匠は、でも特徴的な感じだから、まあ、やれる人、やれない人って分かれてくるんだけど、これはできると、もう、本当に寛容さん。あの、ドラゴンボールのナレーション。果たして、孫悟空は、ペックルを倒すことができるのであろうか。果たして、ああ、いい、孫悟空はピッコロを倒すことができるのであろうか。あ、いいじゃん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 。で、これを果たして悟空はをガラガラして、果たして悟空はで、ミスタースタンド、果たして、そう悟空はなるのよ。だからこれ面白いでしょ。そう、下に下げるとなるの。なるほど、これ展開できるんです。展開できるの。だからモノマネってイメージで、このモノマネを高くしたら何に似てるんだろうっていうので発見していく。僕の俺を発見していく。これ、僕、元気玉じゃっていうのが、なんか、その、いきなり牛魔王が言い出したみたいな感じの、なんか遊びみたいな感じでこう、やってったらこれができるっていうね。はあ、うん、ただこれをなんでマロニエールでできないのかっていうか。だからね、こう結構ね、モノマネっつうのは一個似てるモノマネがあったら、そっから高くしたり低くしたりの度合いで発見できるという感じでございますよ。いかがでしたか、リックくん。これもともと好きなんですけど、声マネ、はいはい、もっと大好きになりました。お、来た、やった。これ皆さんもね、言ったら会社とか学校とかの出し物とかいろいろちょっとあると思うんですが、モノマネ何かに似てるよって言われた方は、それを追求してみてください。はい。僕もね、本当にそのバイキンマンのモノマネからフリーザ似てるよって人から言われて、ね、人生変わったんで。人生変わった。本当に人生変わったよね。ぜひモノマネを、やりたいなっていう方は、その人がこれ似てるよっていうのから膨らましていって、いろんなモノマネに挑戦してみてください。よろしくお願いします。それではですね、こちら参考になったと思う人はグッドボタン、または高評価よろしくお願いします。あと、いろんなコメントもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。宇宙の帝王、バママ山本でした。キエイ、バイバイキーン。何ですか、この真ん中の私の顔と横の動画は。次はこの横の動画を見てくださいね。そして真ん中のチャンネル登録をなさい。私の目標チャンネル登録者数は53万ですからね。キエイ。